もっと向こうに寄らないかな。もうちょっと広がらないかな。あ、OK です、OK です。大丈夫。聞こえるみんな。音楽家のカサヤンとモデルシンガーはじめがお送りするカサヤンはじめの音楽喫茶、パーソナリティのカサヤンこと笠木亮介とはじめです。この番組では60年代以降の懐かしの名曲を中心にピックアップ、そして分析し、時には即興演奏を交えながら音楽創作のヒントを探ってまいります。はい、はい、まずはじめに、私たち今月最初の放送月1回の番組なので、今月が、はい、今月最初の放送なんですが、はい、台風19号のにより被害を受けられました皆様に心からお見舞いを申し上げます。全国でですね、そしてここ武蔵小杉でも、大変な被害に遭われた方もいらっしゃると思います。一日も早い復旧復興をお祈りいたします。はい、そしてこの番組では皆様からのお便りを募集しております。本日ゲストにご登場いただきますクカたちの皆様へのメッセージなどもお待ちしております。今日のテーマは〇〇の秋ということで、はい、皆様の秋エピソードを教えていただけたらと思います。メールの宛先は cafe.kfm@gmail.com cafe.kfm@gmail.com までお便りをお待ちしております。はい、はい、私今日喋るのゆっくりですか？いつもゆっくりですか？だいぶいいんじゃないですか、落ち着いた感じ。はい、今日ね、実は親知らずを4本目の親知らずを抜いてまいりましたもう全部生えてた、もう全部抜いちゃった。この何ヶ月かで、このいやだいぶ期間を開けた感じですか？はい、虫歯になり抜き、虫歯になり抜き。全部虫歯だったんですか？あ、でも最後の1本は虫歯じゃなかったんですけど、もう取っちゃいなよって言われて、言う取っちゃいなよみたいな。あ、軽い感じ。言われるがままにはいはいと抜いてきました。歌変わりますかね、きっとね、響きがね。そうなんです、口の中の形が変わるので、うん、だいぶ歌い方同じように歌ってると思ってるところにピッチが、音がね、うん、合わなくてだいぶ苦労するので、ライブがない隙間にこう、なんとか今までに抜いてきたんです。今日勢いでちょっと抜いてきてしまいました。来週までちょっとね、はい、7時までの間に麻酔が多分切れると思うのでもうちょっと早く喋れるようになると思います、はい、では最初の1曲目をお送りしましょう。はい、では笠木亮介で蒲田教師曲です。こんな感じで、笠山悪いけどその辺に傘ない？名前の人が置いてちゃったみたいな。あ、あります、うん、それでもちょっと私ペンの向こうに持ってきちゃったかな。ちょっとちょうどいいだろう、うん、放送上絵はもうずっと撮ってるわけですから、ね、そうです、YouTube に、うん、YouTube が盛りますね、うん、ギャラリーがいい。そう、今日もしまってそうなんですよ、ゆりさんマイクマスクしてボカーンとしてるとね、これもうご覧になる方がいらっしゃるわけですからこの間はラジオ聞こえてないのでそう、動画でしか何話してるかわからない。ペン置いてきちゃった。あ、まあ、大丈夫でしょう。ちょっとこの緩い曲を、うん、今年ちょっとアルバム出して、そうなんですね、完全に自主制作ですけど、うんうんうん、インストアルバムを出しまして、はあはあ、since 2015。そうです。その蒲田に春まで住んでて、香りとかと、ああそっか、深夜シェアと、そうです。ああ、シェアしてて、4月に出たので、そう思い出を含めて作っ
作りました。あの夫婦に追い出された。追い出されたいです。追い出された。皆さん結構計画的な方ですか？いや全然です。やべ。なんでもう心当たりなさすぎてびっくりしました。でもまさに計画通り頑張ろうっていう話です。私たちすごい行き当たりばったり。はい、そうですね。そうね。終わっちゃう？そう、この曲終わっちゃうから、そうですね、カウントハウスの音とかが入ってます。まもなく曲が終わります。うん、2番ないのかな。うん、ないかったかな。ドリームチョー進行してます。笠谷の初めの音楽喫茶行きます。さあ、ここからはですね、ゲストのコーナーになります。クカたちの皆さんにお越しいただいてます。はい、お願いします。よろしくお願いします。こんばんは。声が大きい。そうですね、元気早速番組のペースをね生み出しましたけど、すいません、ボーカルの雄大です。お願いします。ベースのカジです。ドラムのタクトです。キーボードのユイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この4人組のバンドの皆さんなんですが、ブラックミュージックを中心にあらゆるジャンルを消化し、はい、そして洗練された独自のサウンドを生み出すダンスポップバンドということで、はい、恐縮です。いやもうそう、ゆえゆえっていう、ね。まあ、プロフィールに洗練されたって自分たちに書くと、それ僕が過失したんです。あ、そうなんですか。あなたないですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初にクカたちの皆さんにメッセージが届いておりますので、ご紹介させていただきます。はい、兵庫県の主婦の方、ラジオネームゲゲゲのゲンちゃん。はい、ありがとうございます。こんばんは。今夜はクカたちの皆さんがゲストイン、どんな盛り上がりを見せるのか楽しみです。ファーストアルバム「シン」最高にかっこいいですよとお便りいただいております。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、東京を中心に活躍しているということなんですが、全国いろんなところに行かれるんですか？全国、そうですね。でも自分たちの番組があったりで、最近は札幌が多かったりとか、うん、あとはね、このあとちょっとこう福島が決まってたりとか、うん、まあ、去年とかはまあ海外でやったりとか、うん、まあ、いろんなところでねライブはさせていただいてるよね。うん、うんうん、恐れ多いですね。大丈夫ですね。はい、距離がね、距離が、はい、クカたちというユニット名は、ね、はい、造語ですか、何ですか？クカたちっていうのは、あのボーカルのユダイが日本酒好きっていうところがあって、はい、クカたちっていう日本酒ヒストリー。それが、クカたちっていうその儀式が日本古代にあって、はい、この響きは結構独特だろうと、うん、いうこと で、ね、やっぱり結成の時に誰ともバンド名かぶりたくなかったんで、うん、もうその儀式は全然関係ないんですけど、うん、音楽にはこれつけようかなと思って、うん、形にしてみたと、うん、でもやっぱり全然ダンスポップバンドなんで関係ないんですけど、歌詞の中に日本史をこう織り交ぜたりとか、うん、そういうところは結構クカたちらしさの一つとしてはあるんですけどね、うん、実際にあった儀式です、クカたちというのは、うん、そう、四字熟語みたいな感じで、ね、感じで、ね、クカたちって漢字難しいです、ま、読めないですよ、ね、そうなんです、皆さん検索してみてください、ね、リスナーの皆様。バンド表記はアルファベット、ね、アルファベットです、はい、小文字でクカたちと書いて、最後もう一個愛をつけてクカたちです。うん、バンドの皆さんはこのユニット名はこう賛同したんですか、それともユダイさんが確かユダイさんがもうこれにするからって言って、あ、ユダイ、どっちか、ユイはどうですか？もう決まってましたよね。あ、決まってます、はい、すでに特に異議を唱えることなく、なんか、ね、どう思うはなかったのかな、うん、ごめんね。そうですね。一人にしてます。皆さんの楽曲の作詞は基本的に雄大さんが、はい、私ボーカル雄大が 100% 詞は書いてますね。はい、で作曲はこう皆さん全員でなさっているということなんですが、そうですね、みんなで作ってますね、うん、あ、しまった、カサヤンが進行するの。いやいやいや、いいじゃないですか。いいですよ、別にいいんですよ、喋りたかった、いいんです、喋っていいので皆さんの何でしょう、こう音楽ヒストリーというか、うん、こうすごく影響を受けた
出来事とか、はい、曲とかって何かあるんですか？もともとは僕が雄大が結成を僕が声をかけて結成したので、はい、僕がやりたい音楽、僕が影響を受けた音楽っていうのはバンドとしても根っこにあると思うんですが、うん、僕が影響を受けたのはマイケル・ジャクソンとか、うん、スティービー・ワンダー、アース・イン・ダン・ダ・ファイアとかディスコ音楽、うん、まあ、ちょっとこうブラックと言われるソウルミュージック、ダンスミュージックがバンドで日本でやれたらなと思ってもともとは組んだバンドなので、うん、各々のメンバーは違う影響とかもいっぱい受けてるんですけど、やっぱそこに向かっていってくれてるというか、なのでドラムのタクトとかはね、はい、結構こうエモとかメタルとか、はい、元々はそういう、全然違うジャンルに影響を受けてるけどね、はい、器用に寄せてくれてますよね、タクトね。いいですね、ありがとうございます。タクトさんはドラムはどういうきっかけで出会ったんですか？ドラムはちょっとマイクに近づいて、すいません。元々、中学校の時に吹奏楽部で、そこでパーカッションのパートでドラムに出会ったっていうところがありますね。そもそもその中学校の仮入部の時にバスケットボール部行ったんですけど、はい、はい、行ったんですよ。行ったところその地区でめちゃくちゃ有名でめちゃくちゃ怖い先生だったんですよ。そこでもう心折れて友達に誘われるがまま吹奏楽行ったんです。まさかこの番組で初出し情報。そうなんですね。知らなかった、感謝する心が。ゆいさんはどうでしょう？ピアノそうですね、私は、はい、母がピアノの講師をやっていたので、家にグランドピアノがありまして、うん、3歳ぐらいからなんとなく弾いてはいました。うん、はい、演奏教育ですね。じゃあ身近にずっと音楽があって、そうですね、父親も音楽やってて母親もやってて、いろいろ吹奏楽に入ってクラリネットやったりギターやったりベースやったりいろいろやってきたんですけど、結局曲を作ってでまたキーボードに戻ってきました。はい、いいですね。うん、カネさんはどうですか？僕はそうですね、まあ、大体雄大君とちょっと近いんですけど、ルーツとしては結構そのブラックミュージックで、その2000年代ぐらいに、うん、ネオソウルがすごく流行ってて、うん、ディアンジェロとか、うんうんうん、そのあたりですごいかなりその辺の音楽に影響を受けて、それが割と形の音楽に影響してるんじゃないかなって思っております。うん、なんか皆さんそれぞれの出会いがこう今ミックスされてすごく素敵だなと。ありがとうございます。そのアルバムについてなんですけど、はい、その10月にアルバムをフルアルバムを出されて、はい、その SYN っていうんですよね、はい、SYN-SYN なんですが、ここからちょっと曲をね紹介していただきたいと思うんですが、はい、このアルバムのなんだろう、こう特に聴いてほしい17曲でしたっけ、はい、17曲たくさんあるんですけど、はい、なんかありますかね、そのリスこれから聴く方にメッセージがあるとしたら。そうですね、でも、ご紹介するときはやっぱり、はい、古い往年のダンスナンバーが好きな方 も、うん、もう最新の洋楽ポップスが好きな方も、うん、絶対揺れられますよと僕は推してるんですけど、やっぱり17曲もあるので途中でだれたりとかしないようにやっぱ曲感を考えたりとか、もともと一曲一曲は個性があって自信はあるんですけど、うん、やっぱりそれ流して聴いてもうずっと乗れるっていうのを推しにしてますので、ぜひ皆さん、うん、最初から最後まで聴いていただきたいですね。ですね、たっぷり僕も聴かせていただいたんですけど、そのあれですね、その間がなんて言うんだろう、間に一見聴くとすごくこうポップなんですけど、はい、結構アレンジ、その弦楽器が入ってたりとか、はい、結構マニアックな、ちゃんと80年代のこうディスコの歴史をこうちゃんと構築してて、嬉しいですね、面白いなと思って。いや嬉しいですね、はい、嬉しいですね。そうですね、音がサウンド自体が結構好きでしたね。はい、なのでここから曲をですね、はい、そろそろね、皆さんにお聴きいただきたいと思います。では、はい、曲紹介をお願いします。はい、それでは聴いてください。クカたちで Dance Till The Morning。 発音かっこいいですね。FM っぽく、 FM っぽい、そうそう、 JWEB っぽい。一人で喋ると緊張する、あんまりちゃんと喋ってことない。生でやるってすごいことなんだよ。本当だよ、そうだよ、考えちゃうね、本当って。
生放送ですからね、うん、そうなんですよ、本当にたくさんの方が聞いてるおど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 とかなったらもうねえここは結構巻きで、あ、もうこれはもうさっさっと言っちゃいますよ導入を短く、曲感もその絵があるっていうのが慣れないね、うんうん、うん、乗ってればいいんじゃないこの曲でねえ大丈夫、そうですね、放送の時だとそう音が流れないので、うん、こう乗るしかないこのままこうねそう無音の状態でこの素が皆さんにこうそうなんです、お届けしてるというオフモードでそれ分かんないんだっつうの曲があ、そう同期してもらえないと分かんないってそうしかもアーカイブしか残んないの、そう無音でそうやってるすごく手が動くなとか思ってましたちょっとやってもらえないあと30秒曲締めしない、曲締めします、お願いします、じゃあいい発音で比べられちゃいます、いやいやいや、とんでもないとんでもない DNC いいじゃないですか、間違い方映像をご覧の皆さん、台本にメモしてるユイのダンスのスペル全然違うんですよこれ音声、はい、お願いします、はい、いきます、お聴きいただいたのはクカたちでダンスティルザモーニング、気分をガラリと変えてうちの猫の鳴き声が曲をお送りしたいと思います、はい、ここで、お便り1つご紹介します、ラジオネームまちょうみさん、はい、皆さんこんばんは、今回のテーマ〇〇の秋ということですが、うん、僕はズバリツーリングの秋でしょうか、うん、バイクが趣味の僕は先日思いつきで久しぶりに筑波山まで行ってきました、紅葉にはまだ早かったですが暑くもなく寒くもない今が一番のシーズンだと思います、本格的に寒くなる前にまたツーリングに行きたいと思っています、ではとお便りいただいております、もちろんさんありがとうございます、ツーリングかっこいいですね、ね、いいですね、バイク乗る方いますか、バイクは乗らないんだよ ね、 ね、怖いです、怖いです、怖い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 になっちゃった、まあね、素敵な景色が見られるなと思います、うん、素敵だですね、ただね、私ちょっとインドア派なので皆さんはね、まるまるの秋いろいろあると思うんですが、うん、ちょっと映画の秋ということで、うんうんうん、いますね、はい、私結構映画館に行くんです、うん、でただあの、まあ、今やってる映画っていうのは皆さん見てると思うので、うん、もう来年の映画を今日ご紹介したいと思います、うん、はい、はい、今日ご紹介しますのは山登りに83歳が挑む ED83 歳初めての山登りという映画をご紹介します、うん、夫のため子供のために人生を捧げてきた83歳の主婦 ED が人生の終盤を迎え、長年の自分の夢を叶えるべくスコットランドの山を目指す感動作、ED がED83 歳初めての山登りという放題にて2020年1月シネスイッチ銀座ほか全国順次ロードショーとなります、うん、でこの主人公を演じている女優の方シーラ・ハンコクさんが、ED 主人公と同じく83歳なんですよね、本当に体当たりで撮影に挑んでいるそうです、うん、はい、1月公開の映画もう今からぜひチェックしていただきたいと思います、はい、さりげなく初めの今時のコーナーでした、はい、うん、ではこのまま面白そうだ面白そう、このままですね、音楽分析ピックアップ、今日はちょっとミニコーナーとして、曲だけを紹介しようと思いますが、うん、今回あのクカタチさんの皆さんがですね、このファンクとかソウルに影響を受けているということでですね、はい、プリンスという、うん、もう往年のヒーローですね、はい、ミュージシャンを紹介したいと思います、こちら CD ちょっと今日持ってきたんですけど、うん、プリンスのですねこちら、
まずプリンスってどんな人かという、まあ、マイケル・ジャクソンとかと結構比較されるんですが、うん、まあ、そうですね、マイケル・ジャクソンよりも割とこうマニアック寄りというか、よりブラック色の強くて、うん、であとは一人でこう何でも演奏する、うん、なんか27種類楽器を操ると、なんでおそらくそうなんですね、多分キーボードもベースもドラムも多分自分で取ったりとかしてるんじゃないか、今 4,5 個しか挙げられないですもんね。27種類、そう、きっと民族音楽と民族楽器とかも、うん、すごいあるんじゃないかな、すごい人で、その制作期間になるともう専用のスタジオにずっとこもって一人でこうこもって作るっていう、そう、なんもうシンガーソングライターというよりかはもう作曲家とかも、なんだろう、アーティスト何でもできる、で歌も素晴らしい方ですね。で、そうですね、1978年にデビューして、で残念ながら3年前の2016年に亡くなってしまう、57歳で亡くなってしまったんですが、まあ、とにかくこのなんていうのかな、そのファンクソウルにとどまらず、そのなんだろう、何でもあり、ジャンルがもうなくて、もうプリンスのサウンドっていう曲が多くて、でとにかくいろんな音が入ってたり、いろんなフレーズが入ってるので、もう おもちゃ箱みたいな感じで、こう一回しか聞けない音とかが割と散りばめられたりとかして、もう飽きないし、でもなんだろう、かなりマニアックですね、その理論にないことを割とやっていて、で歌も当然うまくてっていう感じで、ちょっと紹介をしたいなと思いまして、これがそうですねその死の直前に2016年に、うん、出されたアルバムで、ヒット and Run Phase 2っていうアルバム、うん、まあベストアルバムに近いんですけど、うん、この中から、7曲目ですね、7曲目を今日はお送りしたいと思います。はい、ではプリンスでグルービーポテンシャル。なるほど、全部合図中を入れてくれる、ね、素晴らしい、毎回言ってほしいマイクがオンな限りこれ、ね、54、ちょうどいいか、ちょうどいい、割と元に戻った感じです。結構スルメ曲で、スルメ多いですよね、はい、それこう何回も聞いて噛めば噛むほど的なね、あスルメ曲、どんどん良くなってくる、最初一回聴いただけだとこう何だろうで終わっちゃう感じが多いけど、かっこいいですね。なんか好きなギタリストもたびたびランクインして、はい、ローリングストーン氏とかで、はいはいはい、嫌いなのもトップっていうのがいいですね。あの嫌いな、ね、嫌われてるし好かれてるし、ね、そうなんですね、歌い手としてもやっぱりアンチも多い代わりにもファンもいっぱいいてっていう、そのやっぱり振れ幅の多さを示してるような感じがして、ね、いろんな人が聴いてる影響があるってことですよね。そうですよね、この曲も割とこの全部いいんですけど、その、まあ、電子音とこう生のブラスとかいろんな音がすごく入ってて、でなんか7、6分ぐらいあるんですよ詰め込みすぎ、そう、だから相当家でこういろいろやってるんだろうなっていうのが感じられる。ラジオサイズとか気にしねえぜ、気にしねえぜですよね。そうなんです。2分半ぐらいから本当はもっとこう盛り上がるんですけど、一応今日は2分しかね。はい。はい、します。します。はい。はい。お聴きいただきましたのはプリンスでグルービーポテンシャルでしたって言わないんですか。うん、言う時もあります。はい、ここからはですね、お知らせのコーナーですね。はい、はい、だいぶ麻酔が切れて喋れるようになってよかったです痛そう、痛いかもしれない。では、最初に行く形の皆さんの、今後の予定を教えてください。はい、まさに明日なんですけども、はい、10月の26日、国際未病フェス2019に、参加させていただきます。
出演はタイムテーブル出てまして15時頃から野外で行います、はい、神奈川で行われますのでぜひ皆さん足を運んでください、はい、でライブたくさん、各地で決まっておりますが、あとですね1月1日、はい、来年1月1日に新しいアルバムも出します、はいこの間出したばっかりです、はい、今月出しました今月出したばっかりです、ね、活動的な全然大丈夫です本当です、はい、大変なんじゃない目が泳いでますバレてるねいや全然大丈夫ですタイトルが真に続くクロナイゼーションという、はい、ちょっと意味深な内容は交互期待ということで、はい今後の情報とかライブ情報は詳しくはクカたちで検索すれば一発で出ますので、はい、SNS ホームページをご覧いただければなと思います、はい、よろしくお願いしま す, しいします、はい、ありがとうございま す, いま す, ますあとラジオブログにも、皆さんのリンクを貼りますので、はい、そちらからもチェックしていただきたいと思います、はい、そして、私たちのお知らせなんですが、はい、11月2日の、土曜日ですね、阿佐ヶ谷ドラムさんにて、真昼のプラネタリウム、はい、ボリューム11がございます。こちらのイベントは、詩の朗読などを交えながらちょっとバラード中心のね座ってまったり聴けるライブとなっておりまして、はいカサヤンの即興演奏に合わせながら、はい、7月堂さんから出版されている詩を作品を取り上げてライブをお送りしてまいります、はい、のんびり詩に来ていただけたらと、うん、そうですねお昼から飲めます、ね、はいお送りします、はい、そしてカサヤンのお知らせがはい前回もですねお知らせしたんですがこちら、水の白チューブというですね朗読劇ですね朗読劇を12月15日と16日ですね3公演ありましてこちらの、まあ、音楽作曲と、まあ、当日の即興演奏ですねをさせていただきます。出演者がですね15名ほどいらっしゃって、新進気鋭の若手の声優さんが、集まってで脚本はですね白波安寿さんという方がオリジナルで書き下ろしています。で演出が比嘉優衣さんという女性の方で今15日日曜日があと5名ほどでもう完売になりまして16日のお昼と夜がまだお席ありますのでたくさんご予約いただいてるんですがぜひこちらもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、ということで本日ゲストにお越しいただきましたのは方たちの皆さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。元気いっぱいの皆さんでした ね、私たちに足りないものを持ってるというそうですね、はい、あっという間でした、はい、また方たちの皆さんの情報などラジオブログそして私たちの情報もブログをチェックしていただけたらと思います、はいはい、お相手は先に相手ははじめとカサヤンでした。このあと7時からは大気&サイドンのまったりスナック川崎です。引き続きドリームキングダムの番組をお楽しみください。ではさようなら。ありがとうございます。ありがとうございます。